ビルシーナの同室はまさかのあの馬娘に対するみんなの反応。同室たる前。なんて素晴らしい部屋だ。生まれ変わったらビルシーナになりたい。たる前の同室ずっとリッキーだと思ってた。俺とマチョップになってこの部屋に住むわ。ビルシーナとたる前の部屋で暮らしたい。たる前が同室なのかなんでじゃろ？ビルシーナとたる前何つながり？たる前もブルマだったらやばかった。苫小牧と三姉妹。デカパイ部屋だね。主張が強いに自創作限定だけで別にないわけじゃないんだユニちゃんは。そもそも、それなりに合ってた2マも見えるから生まれたネタだからね。ダブル細いから B の数字の割にある族だからこそ。でもその谷間、最初はなかったはずだが。急に谷間ができたからネタになってるとこあるよね。この部屋めちゃくちゃいい匂いしてそう。むしろ良くない匂いがしそうな部屋なんてあるんですかね？滝音の部屋なら薬品の匂いが混ざってそう。これは黒の教科書でも見たことがない縁。安心したまえ、人や馬娘には害のないものだよ。害以外の効果はあるけどねー。インクの匂いもしそう。同室デジタン。執筆はデジタル化してるやろ。トレセンじゃないけどベニュスパークとライトハローの部屋は臭そう。殿下の部屋からラーメンの匂いが。ニンニク臭と油でテカってそうな部屋は嫌だな。こびりついた油で歩くとギュチギュチってセルみたいな足音になるんやろな。同室はエアグルーブだから鼻の匂いと混ざってやばそう。エアグルーブの掃除 VS ラーメンの匂い。部屋で豚骨たくなっていったよな。猛禽類飼ってるエルグラ部屋とか。グラスのお茶のカテキンで消臭するから。どんな徳を積めばこの部屋の家具に生まれ変われるんだろう。義務部屋の家具か、どんまい。まだビルシーナの秘密と一コマがあるから快進撃は続くぞ。真ん中にベッド置いて俺も住むね。もしもしタズナさん。ということはリッキーの同室がビブロスの可能性が。タルマエが芝の同期だったからリッキーの同期で関係がありそうなの、絆とか？ラブミーちゃん号はそのうち馬娘化すると思うが、そうなったらコパつながりでルームメイトじゃないかな。絆を可愛く思ったらタップトレは引退しないといけないからな。馬娘に実装されたら大変そう。場合によっては妹たちやダート娘たちが加わるって絶対絵面が面白くなるやつだ。同室がゴリラじゃなくてよかったな。ゴリラはブエナ実装で岩田パパ部屋になりそう。豚骨を煮込むファイン部屋、スジコンを煮込む貴婦人部屋。殿下と貴婦人で高貴な香りしかしなさそうなのに溢れ出る下町臭。よかったな常識人で、たる前の岩守られた。毎晩毎晩マルトマ食堂の魅力を語られるビルシーナの身にもなってみろ。たる前に妹属性があったら危なかった偏見。もしかしたら毎晩毎晩今日のシュバルグランとビブロスがいかに可愛かったか語り聞かせてるかも。そうなるとどんなとビブロスは誰だろう？マメチン、と思ったらマメチンミホだった。マメチン、ボリクリみたいなコワモテデカ女だと助かる。まーちゃんの同室判明してたっけ？してなければ同期以外だとどんなと同級者のまーちゃんが本命。同室で言えばタップダンスシティは大宅ヘリオスと同室だそうだ。シャカールがまた切れそうな部屋が増えたな。甘い匂いが漂ってそう酔いと負け。消去法でもう八重野しか残ってないと思ってたけど、ここに来て12世代増えたからな。じゃあ八重野の同室誰だ？サッカーボーイだったら嬉しい。もう実名で出せるし、あとはタイミングの問題ではある。おしとやかルームなら上位やなビルタル部屋。タップもルームメイト乗ってたけどそれは個別に用意してくれるでしょう。元ネタかどうかわからないけど、これ馬なりーチハロン劇場のブロコレクラブのメンバー同士じゃね？リッキーもタルマエも持ってるのにずっと二人が同室だと勘違いしてた。この部屋で一生分の呼吸したい。ダート組とはまた違った同期ならではのタルマエのやりとりが見れそうで楽しみ。タルマエは衛進フラッシュ以外だとダート組以外と絡んでるイメージあまりなかったので嬉しいっすね。三人組だと部屋割りどうするのかな？と思ったがなるほどねー。史実の二人はどういう関係で？同期、G1 級競争連覇勢、
個人馬主同士。SR リッキーで朝にタルマエが話しかけてるんだけど、あれは単に押しかけてきただけだったのか。仮に押しかけてるのだとしても、まあリッキーなら、って納得してしまう。視線上が違うからバチバチになることもない、名采配ですね。あれタルマエの同室ってリッキーじゃなかったっけ？リッキーのシナリオでタルマエ引きこもるイベントあるのに同室なわけがないんだ。岩田康成が乗ったことあるも追加だ。ついにリンダリンダ部屋もできたか。ゴルシの同室がジャスじゃなくてブリだった場合もリンダリンダ部屋が生成されるぞ。そういえば存在が示唆されているゴルシの同期があと一人いましたね。仮にこの組み合わせだった場合あの爆弾が来たら誰と組まされるんだろ？ドバイターフ友の会でビブロス？ドバイつながりなら個人的にはリアルスティールかな。ドバイのビブロスか同期地のシュバル、どっちも福永部屋。一緒にドバイに行ったジェンティルも面白そう。これどんながドバイ勝利したのを喜ぶと同時に、タルマエが惨敗して曇ったことのケアもする展開になるのか？何気に元ネタボバとヒンバ部屋になるのか。12世代というリンダリンダ世代。ウチパク世代でもあるぞ。ビルシーナとタルマエ、両方ともおとなしいけど干渉はあまりしなさそうに見えて実際は甘やかしたり一緒に酔いと負け食べてそう。タルマエのことルームメイトって呼んでるから確定だね。そういえばヒンバだからブルマ族なんだった。どっちも港町の名前を背負ってるな。めっちゃリンダリンダ部屋増えそう。お姉ちゃん顔ちっさ。なんかタルマエのが体が分厚いように錯覚する。それは本当に錯覚でしょうか。細いのに胸だけポンってでかい。サンドイッチされてー。ボンキュッキュッな姉とボンキュッポンな妹。がたいいな。リリースされた時 3D モデルすげーなってなったけどやっぱ日々進歩してるんだな。久しぶりにやろうかな。真横に並んでいると見せかけて右側が奥に配置されているので遠近法ではあるが。タルマエは髪型のせいもあるかもしれん、なんとなく。タルマエの分厚さはダスカに匹敵するからな。背は姉の方が小さいのに腰の位置が。これは見栄え優先で足は地面についてなかったりめり込ませてるやつ。二人並んでるシーンって体身の身長おかしなことになってたりするからな。台持ってきてるんだろ。お姉ちゃんでこれだとどんなはどんなことになるんだ。むしろタルマエより分厚い男が来る。中頭部でこの色気はたまんねえな。ゴリラはモンジューぐらいにバキバキにしてほしい。拙者はバキバキお嬢様ゴリラも良ければ快活さあふれる天真爛漫お嬢様ゴリラもいいと思うが気候は？しかしシーナが中頭部となると色々とわからなくなってくる。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。